皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。乾杯の八重菓子、身体考えなきゃ、激闘を八重菓子。2年7ヶ月ぶりの世界戦で、久々のベルト体感ならずボクシングの IBF。 世界フライ級タイトルマッチが23日、横浜アリーナで行われ元世界3階級制覇王者の八重樫アズ大橋が王者のモルティムザラネ、南アフリカに9回2分54秒 TKO 負け、36歳10ヶ月の激闘王は946日ぶりの世界戦だったが、日本男子最年長での王座獲得はならなかった。特集、日本のエースはなぜ畳に上がるのか 価値く切ることで違う境地に、男子柔道、王の小兵員、タビュー、グローウィンへ大観衆からの拍手で後、押しされて、リングに上がった八重菓子。序盤はガードを高く上げる王者に対して、足を使ってサクルを描くようにリズムを作る。しかし、打ち合いで優位に立ったのは王者だった手数では八重菓子が、上回っていたが、有効なでは無ざらね。じわじわとプレッシャーをかけられる八重菓はなかなかリズムを、 つかむことができない。四回から足を止めて、リングの中央で頭をくっつけて、打ち合う展開に、激闘王の本領発揮かという展開に、場内はヒートアップするが、やはり有効なパンチを当てたのは王者だった。八回に被弾し、コーナーを背負い交代。場内の、アキラコールの中で懸命に踏ん張るが立っているのが、やっとの状態に、そして九回右を被弾し、ダメージの蓄積が顕著になったところで、 リフェリーが試合をストップした。数々の名勝負を繰り広げてきた。激闘王の帰り咲きはならなかった。勝てば36歳10ヶ月でのベルト獲得。35歳9ヶ月で、WBC 世界、スーパーバンタム級王座を得得した、元三階級制覇王者、長谷川穂積氏を上回る、最年長記録だったが37歳の王者無駄らねの前に、屈した。八重菓は2011年に、 WBA 世界ミニマム級13年に IBF 世界フライ級15年に IBF 世界ライトフライ級王座をダッシュし日本人3人目の3階級制覇に成功2017年5月に暫定王者ミラン・メリンドフィリピンとの団体内統一戦で敗れベルトを失った後はスーパーフライ級での4階級制覇を目指していたが 挑戦の機会が巡ってこなかった。2年7ヶ月ぶりとなる世界戦は、フライ級でのタイトルマッチだったが、ベテラン王者の老下なボクシングの前に持ち味を、発揮で気遣いり咲きはならなかった。17年に3度目王座から陥落した半年以上、ジムを離れたが、やっぱりボクシングが好きと、現役続行。今もジム一番の練習量引退を進めた会長を、うならせ、2年7ヶ月ぶりでこぎつけた。 世界戦だった。試合前は家族と離れての生活で、今回は約2ヶ月も帰宅は2回だけ。次女、1A、人へちゃん、6、の、頑張って、との涙声の留守電にも我慢した。結果を出せず、子供に何も言えないと肩を落とした。勝てば、日本人男子最年長ダッシュだったが、来年2月には国内規定では定年の37歳となる。元世界王者は、 続行可能だが、身体を考えなきゃいけないのんびり考えます。大橋会長は、限界かと報道陣に問われて、ちょっとねと答えた、激闘王がグローブを吊るす時が来たようだ。河合香里八重樫あずま、八重樫、明1983年、昭五582月25日、岩手、北上市生まれ、黒沢市利口3年で、インターハイ、拓大2年で、 国体優勝05年3月プロデビュー6年東洋太平洋ミニマム級王座獲得7戦目で7年に WBC 世界同級王座挑戦も失敗11年に WBA 同級王座を獲得し13年に WBC フライ級王座獲得で3度防衛15年に IBF ライトフライ級王座を獲得し日本から4人目の3階級制覇を達成した2度防衛家族は 彩り夫人と一男二女百六十センチの右、ボクサーフアイターン。ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように、ライクボタンと、フォローボタンの多歌を忘れないでください。